アンゼルマン、俺も店長には迷惑をかけたし、おあいこだ。時にバイト選手よ、お前に協力を頼みたい。ミスター・ブラウンの目を5秒でいいから引きつけておいてもらいたいな。色仕掛けだね。触ってみ。誰も色仕掛けをしろとは言っていない。お前がやりたいと言うならかもな。それぐらいできなきゃ戦士失格だし。それにさ、父さんのこと一緒に探すって言ってくれたでしょ。だから私もできるだけ君に協力したい。なるほど。ならば戦士任せる。オーキードーキー。スズハお姉ちゃん、お父さんをいじめないでね。いじめたりしないって。いかん。苗はここで待ってて。筋を通しに来たのなら聞いてやる。ただし、賃下げ要求には応じねえからな。先ほどは失礼しました。こちらも気が動転していたのでね。そこで、謝罪の意も込めて、我がラボを代表し、ここにいるアマネスズハから、ミスター・ブラウン、あなたにプレゼントを贈らせてもらう。店長、刮目せよ。やあ、うん、岡部凛太郎、今だ。よくやった戦士よ。お前の英雄的行動に感謝する。
ちょっとちょっと店長、私の服返してよ。うっせ、これは没収だ。この変態。変態はおめえだろうが、いきなり脱ぎ出したと思ったら服を俺の顔面に押し付けてくるとは、大したプレイだったぜ。岡部に感謝しねえとな。プレイとか言わないでくんないかな、キモい。とにかく今日は一日その格好で仕事しやがれ。へそだし結構結構、なんなら店の前で客引きしてくれてもいいんだぜ。前に言いつけるよ。あの子はおめえより俺の言葉を信じるだろうよ。何しろ俺の娘だからな。くそマユシ、今のビローン、もう一度。ビローン。ビローン、いただきました。もうやだ、この変態。完成か。うん、クリスちゃんより先にできたよ。競争してたんだ。負けたわ、マユリ。お見事ね。でもこっちももう終わりよ。完成。引き分けだね。あー疲れたお。エイスタに癒されたい。私たち、ひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。とりあえず正式名称を決めようではないか。ヘブンリーエクスプレス電話レンジサードエディションバージョン 1.00。 帽子付き電話レンジちゃん。あんたたちって本当に能天気ね。クリスティーナは危険か、うん、タイムリープマシン
これはひどい。何よ、シンプルイズベストでしょ。この2日間岡部だってそのネーミングで呼んでたし。助手はネーミングセンスゼロのようだ。中二病丸出しのあんたに言われたくない。おお、まさかマキセ氏が中二病って言葉を知ってるとは。やるじゃん。たまたまだから勘違いしないで。マユリ、最終決定権者としてどれか一つ選んでくれ。タイムリープマシーンがいいと思います。帽子付き電話レンジちゃんとね、すごく迷ったけど。マユシのことだからそうなると思ったぞな。だから言ったでしょ、シンプルイズベストだって。マユリはよくわかってる。ではタイムリープマシンで決定とする。助手、全員にわかるようにこのタイムリープマシンの仕組みについてレクチャーしてくれ。一言で言うと、これは記憶をデータ化してリング得意点を通過させ過去へ飛ばす装置。電話レンジには偶然にもタイターが語ったタイムマシンとほぼ同じ機能が備えられていた。リング得意点を生み出し、そのトンネルを通って過去へと36バイトプラスアルファのデータを転送することができる。局所ばして、つまり過去のどこへ到達するかについては携帯電話に限定することでクリアした。 D メールと違って今回は電話をかける形にしたから、メールアドレスじゃなくて電話番号によって局所ば指定することになる。生み出されたリング得意点の超重力を安定させ裸にするための電子注入装置リフターの役割は開花の42型ブラウン管がそれを担ってる。電話レンジには新たにヘッドギアを接続した。これによって側頭葉、正確に言うと海馬の CA3 に蓄積されている記憶の神経パルスパターンを操作するの。その解析データはVR 技術を用いて神経パルス信号から電気信号へとエンコードしデータ化される。データ容量はおよそ 3.24 テラだお。ちなみにこのデータにはあらかじめ次元式のデコードプログラムを仕掛けておく。これはプログラムに詳しい人なら誰でもできるものよ。橋田にプログラムを作ってもらった。この電気信号データをネットを通してフランスにあるセルンの LHC へと転送。3.24 テラのデータを転送するのにかかる時間は？直通回線は1本だけじゃなくて64本が束になってるんだ。だから64分割して並列に送れば大体45秒ぐらいでいけると思われ。 LHC を遠隔操作してミニブラックホールを作ったら、その周辺で生み出される超重力による無限圧縮を利用してデータを36バイトまで圧縮する。圧縮にも時間がかかるのか。こっちは一瞬、何しろブラックホールの力使ってるからだいたい23ミリ秒でいける。ちなみにバイナリデータの超圧縮はミニブラックホール周辺でのみ有効よ。そこから離れた時点でデータは勝手に解凍を始めてしまう。解凍までにかかる時間も圧縮時と同じ23ミリ秒。その間に
LHC からこのペケロッパを経由して電話レンジまで戻さないといけない。まあ36バイトプラスアルファ程度のデータなら楽勝で間に合うお。クリスティーナ、続けろ。タイムリープマシン側では起動と同時にカーブラックホール効果が発生してリング特異点が生成されてる。放電現象が発生したら LHC から36バイトプラスアルファまで圧縮したデータを戻し、リング特異点内を通り抜けさせる。この辺は電話レンジとやることは同じ。データはタイマーに入力しておいた時間分を遡り、過去の携帯電話へとつながる。リング特異点を通り抜けて過去の携帯電話に到達する頃には23ミリ秒が経過して、データは自動的に回答されてるはず。回答と同時にレコードプログラムが展開して電気信号から神経パルス信号に戻す。受信先の携帯電話に到達すると、神経パルス信号は送話口から 0.02 アンペアほどの微弱な放電現象となって発せられるの。これが携帯電話を耳に当てている受信者のこめかみ付近に放射されるわけ。受信者が電話の呼び出しに出るのが前提だ。出なければ記憶の転送は失敗に終わる。まあこの場合は特にデメリットは何もないわ。コピーデータが消滅するだけだから。メールではなく電話をかけることにした理由は、携帯電話が受信者のこめかみ付近にあることでデータを受信者の側頭葉に送り込みやすくなるから。人間のこめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉が位置してるんだけど、最初に言った通り側頭葉は海馬傍回があって記憶を貯蓄する場所なの。そこに送信者の全記憶の塊である神経パルス信号が携帯電話から放射される。これで記憶の上書きは完了。同時に携帯電話からは前頭葉を刺激する神経パルス信号も出すわ。これ重要。前頭葉から側頭葉へはトップダウン記憶検索信号というのが発信されてる。これは記憶を思い出すときに発信される信号。前頭葉を刺激する神経パルスを放射することでこのトップダウン記憶検索信号を意図的に発信させる。これによって送信者から送られた全記憶を受信者に強制的に思い出させるという作用が発生する。未来の記憶を思い出すのよ。それに必要な時間は1秒に満たない。結果受信者は送信者と全く同じ記憶を持つ状態となり、タイムリープは完了。例えば送信者と受信者の時間差が1週間ある場合、受信者は1週間後の未来までに自分が体験した記憶を思い出すことになるわけ。注意すべきなのは、意識や人格は転送しないということ。その2つは受信者に依存する。おっぱいに例えて教えてくれ。現在のダルの記憶を小学生の頃のダルへと転送したとする。今のダルは二次元にも三次元にも無機物にも燃えられる変態だが、小学生時代はまだまだ無邪気な鼻垂れ小僧だったはず。小学校時代の僕はそれは真面目なクソガキでしたが、何か、つまり記憶は今の19歳の変態ダルのものだが、意識、人格はその真面目なクソガキのままとなる。見た目は子供、頭脳は大人、な名探偵は成立しないということだ。なんだ、つまらん。携帯がブラックホールとホワイトホールのような役割を果たすから、記憶を送れるのは自分が携帯を持ってる時期の範囲内になる。注意すべきなのは、送信者と受信者は同一人物でなければならないということ。例えば過去の自分ではなく
親や友達が代わりに出てしまった場合、神経パルス信号はその親や友達に向けて放射される。そうなると親や友達の体に送信者の記憶が上書きされてしまう。下手をすると重大な人格障害が起きるかもしれない。それで、どうする？どうするって？タイムリープマシンの扱いについてだ。私たちの手に負える代物じゃないのは確かよ。一番無難なのは研究機関に譲渡して国家プロジェクト扱いにしてもらうことね。マユシは何も手伝ってないからっしょ。あ、そうだったね。岡部の意見は？あ、ちなみに鳳凰院じゃなくて岡部の意見ね。実験してみたい気持ちもある。だが、実際にタイムリープを行うには問題が多すぎる。誰がタイムリープするんだ？誰って決めるのは難しい。僕はパス。シルンのタイムマシンみたいにジェリーマン化する可能性はゼロよ。このマシンで送るのはデータであって実物じゃないんだから。タイムリープに対する先入観にとらわれないで。まるで意識そのものをカット&ペーストするように思われるかもしれないけど、そうじゃなくてあくまでもコピー&ペーストなの。しかも記憶だけよね。オリジナルが消えることはない。過去へ転送したデータが何らかのミスでフラクタル構造化してしまう可能性はある。もし仮に俺が1時間前へタイムリープしたとして、フラクタル構造化によりスカスカになった記憶データが1時間前の俺の脳にぶち込まれるかもしれない。それは一種の記憶喪失と同じ状態になりかねないのでは。もしそうなった場合、その1時間後には現在に到達することになる。その時1時間遡った記憶喪失の俺と現在の俺が俺の脳で競合するわけだが、どちらもデータが生き残る。理屈で考えれば1時間前にコピーが移された時点で今も変化するから。それはつまりコピー&ペーストではないということにならないか？わからない。未だかつて時間を超越した前例なんて一つもないから。D メールでは
世界は改変後に沿って再構成された。タイムリープしてどうなるかはわからないのよ。ダイターが言うように多世界解釈なら、タイムリープした時点で別の世界線に分岐する可能性と、同じ世界線のまま時間だけを遡る可能性が同時に存在することになる。と同時に、現在の岡部が消えない可能性の世界線も当然存在しているわけで、おそらくこの現在はそれに該当することになると思う。お前はタイターの言うことは信じていないのではなかったのか。可能性の話をしている。タイターはこの際どうでもいい。コペンハーゲン解釈なら、あらゆる状態が波動関数として空間に広がっていることになる。そして観測者が観測した瞬間、どちらかに状態が収束する。観測者は誰かというのも問題だ。第三者じゃね、僕とかマユシとか。そうとは限らない。観測者は俺かもしれないし、それ以外の誰かかもしれないし、神かもしれない。結局は意識はどこにあるという問題に行き着く。このタイムリープマシンが転送するのはあくまで記憶だけ。それは間違いない。転送された時点で今も再構成されるんじゃね。オカリンはリーディングシュタイナーでそれと同じような現象に遭遇したわけっしょ。 D メールの場合はそれで納得できた。あれは過去にメールで干渉する行為だというのが明確だったからな。しかしタイムリープは自分の記憶を過去へ送り込む行為であり、干渉するかしないかも明確にしていない。未来の記憶を思い出した1時間前の俺が因果に干渉するのかしないのかは、その状況になってみなければわからないはず。頭がこんがらがってきた。なんかもう宗教の分野じゃね。魂はどこにあるかって話しよう。待って、あんたたちは勘違いしている。人格と意識は1時間前の岡部も今の岡部も何も変わらない。1時間分の記憶を持っているかいないか、違いはそれだけよ。そうなのか、本当に。絶対とは言い切れないけど、何しろ誰も試したことはないんだから。だからわからないの。ここでどれだけうだうだ議論したって、全ては予測止まりなんだから。この実験は人類のこれまでの既成概念を崩壊させるものになるかもね。バナナには人間みたいに脳はないでしょ。あ、そっか。それじゃあダメだね。
実験はしないでおく。タイムリープマシンは然るべき研究機関に託そう。そして世間に公表する。不満か？不満？実験をしなかったことについて。まさか。人間は根源的に時間的存在者である。ハイデガーの言葉よ。あんたが実験はしないと決めてくれた時、私はむしろほっとした。誰か止める人がいてくれなかったら、私は歯止めが効かなくなってたかも。ありがとう。おい、何してる？熱があるせいで助手らしいことを言い出したのかと。感謝してるわけじゃないからな。とにかく形式的にお礼を言っただけだから勘違いしない。勘違いなどするものか。俺は当然のことをしたまでだが、ラボメンナンバー001でラボの設立者であるこの俺、鳳凰院教馬が最も優先するのはラボメンを危険から守るだ。だからお前は感謝する必要はない。世界に混沌をもたらすとか言ってるくせに。ラボメンは俺の味方である。世界は俺の敵である。呆れて言葉も出ない。あんたって独善的すぎ。言葉なら出ているではないか。揚げ足取るな。飛行機のチケット取るの忘れてた。電話レンジの改良に夢中になりすぎてたわ。タイムリープマシンを公表すれば世間は大騒ぎ。セルン告発もしなければならない。帰ることができなくなる。あ、そうか。となるとママに電話しておかないと。
ばかった。あのままだとさ、露出狂として一日を過ごす羽目になるとこだったよ。私ダル、お前なぜこの前と全く同じ種類のピザを注文したのだ。ズバリ僕の好み。オカリン、オカリン、ヘリスちゃんやルカちゃんにもね、声をかけたんだけど今日は無理って言われちゃった。そうか、何か用事でもあったのか。フェリスちゃんは今日はライネットの大会。しまった、応援行きそびれた。なんという不覚。あとね、ルカちゃんはなんだか恥ずかしそうにしてたよ。ここに来たらまたマユリのコスを着させられるって思ったんじゃない。コスプレの件か。もしかしてまだ説得できていないのか。恥ずかしいんだって。可愛いは正義なのに。可愛いは正義ってそんな言葉が流行ってるんだ。クリスちゃんもね、可愛いよね。ええ、私も人前に出るのはお断りだから。着るだけでいいよ。でもね、そのうちみんなに見てもらいたくなるよ。コスプレにはそうさせる魔物さんが住んでるんだ。そういえばクリスちゃんっていつも可愛い制服着てるよね。でもこんな制服都内にあったっけ。これ2週間だけアヤメインに逆留学みたいなことしてたんだけど、そこの制服を改造してきてるの。おー、アヤメインなんだ。あそこの制服もともと可愛いもんね。でもクリスちゃんの改造センスはね、すごくいいかも。持ってくるね。そしたら試着してくれる？え、いいわ。撮影会は何時からですか？相変わらず橋田は変態道を邁進中だな。だってブラチューのセーラ師匠、あれって確かパンモロだぞ。パンモロ？パンツがもろに見えているの略。え、嘘。大丈夫だよ。クリスちゃんは知らないかもだけどね、去年ぐらいにこんな言葉が流行ったんだよ。パンツじゃないから恥ずかしくないもって。いやいや、恥ずかしいでしょ。やめといた方がいいんじゃないかな。
ナキセクリスを信じると痛い目に遭うよ。それどういう意味？この前から思ってたんだけど、私あなたに何かした？直接は何も。でも私、君のしたこと全部知ってんだよね。何よ、私がしたことって。後ろめたいことは何もしてない。でしょうね。でも私知ってるんだから、君の本質ってのをさ。へえ、すごい。私の心の中を覗いたんだ。画期的な発明だから、ぜひその独身装置を見せてもらいたいもんだわ。装置なんてないよ。強いて言うなら予言。つまり言いがかりってことか。事実だってば。おかわり。二人を止めて。この場を丸く収められるのはこの鳳凰院教馬しかいないようだな。二人とも、ここは引け。この勝負、鳳凰院教馬が預かる。上州よ、俺はお前をそのように育てた覚えはないぞ。育てられた覚えもない。またサイエンティストを目指すには最も必要なことを教えてやろう。すなわち、表面は熱く、奥底では冷たく。聞いてない。なるつもりもない。戦士よ、お前がラグナロックにおいて戦うべきはセブンのはずだ。岡部凛太郎には忠告したよね。マキセ・クリスには気をつけてって。ちょっ。へえ、どういうことよ岡部。お前たち、どちらも引くつもりはないようだな。ならば好きなだけやり合うがいい。戦って戦って戦い抜いて、その後、河原で握手して友情を芽生えさせるがいい。だから、将来、社会に出る時のためにこれだけは自覚しておけ。お前たちは二人とも空気が読めない。うるさい。よりによってこんな時に。沈まれ、俺の右手。マユリ、すまない。このままだと俺は二人を傷つけてしまう。だからあとは任せた。二人とも聞いて、マユシーはね、喧嘩は嫌いなのです。仲良くしようよ。
ね。ここ何週間かですごく賑やかになったね。ああ、確かに。椅子を買うと貯金が底をつく。じゃあマユシーのバイト代もちょっと出していいよ。あとはね、電子レンジ新しいの買わないとジューシー唐揚げナンバーワンが温められないよ。ああ、それはすまん。だがマユリ、タイムリープマシンを譲渡して謝礼をもらえば問題は全て解決する。椅子と電子レンジの代金とちょっぴり上がっちゃったお家賃を払えるぐらいはもらえるかな。もらえるさ、もっともらえる。そうなんだ、よかったね。おかり、なぜそんなに嬉しそうなんだ？だってお友達たっくさんできたもん。ダル君でしょ、クリスちゃんでしょ、ルカちゃんでしょ、スズさん、モエカさん、フェリスちゃん、店長さん、ナエちゃん、他にも他にも。春の頃はオカリンはとっても寂しそうだったけど、もう大丈夫だね。マユシーが人質じゃなくても。それはどういう。つーか、全部秋葉原駅取ってるじゃん。マユシ帰れないんじゃね。ほんとだ、家に電話しなくちゃ。岡部凛太郎、一つ聞かせて。タイムリープマシンは完成してるんだよね。は？おお。そっか、私用事思い出したからちょっと出かけてくる。何なの彼女。
私たち、ひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。